こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくりマリサだぜ。マリサ、最近は世界が大変なことになっているわね。そうだな。ヨーロッパが大変なことになっているのぜ。コロナもあるし、世界はどうなってしまうのかしら。今の世界情勢につながるかは微妙だけど、すごい発見があるのぜ。どんな発見なのかしら気になるわ。マリサ教えてちょうだい。了解したのぜ。それじゃ。せーの。ゆっくりしていってね。霊夢よ、モナリザって知っているか？それぐらい知っているわよ。有名な絵じゃない。作者はレオナルド・ダ・ヴィンチよね。その通り。1503年から1506年の作品らしい。モナリザはいろいろな都市伝説があるのでそれを紹介していくのぜ。現在ルーブルに飾られているモナリザ。有名な絵画だが、このモナリザはトリミングされているという話がある。トリミング？同時期のラファエロが模写したモナリザがあるのぜ。ただこのラファエロの模写は、オリジナルと若干違うのぜ。若干違う？ダ・ヴィンチのモナリザは何歳くらいに見える？そうね。30歳以上かな。ラファエロの模写は20代くらい。おまけに絵の両端に柱が見えるんだぜ。これがその模写だぜ。だいぶ印象が違うわね。明らかに年齢が若いように見えるのぜ。絵の両端を見てほしい柱が描かれている。確かにあるわね。実はラファエロに模写されたことを知ったダ・ヴィンチが、モチーフや構図を変えたという話もあるのぜ。だから年齢や構図が違うらしい。そうなんだ。ではこちらの絵を見てほしいぜ。これは弟子のメルピの描いたモナリザなのぜ。これは柱があるのね。そう、そしてこの弟子の絵とダ・ヴィンチの絵を並べると、立体視を体感できるのぜ。立体視？タッチの差はあるが、ステレオグラムに必要な4センチのズレを意識して描かれている。平行法でも交差法でも良いので試してほしい。並べてみると柱の分オリジナルの幅が狭いこともわかるぜ。そうね。むしろ柱がない方がおかしいわね。だからトリミングされていると言われているのぜ。ただ、トリミングしたのが、ダ・ヴィンチなのか後世の誰かなのかは不明だぜ。ラファエロに模写をされたことで、加筆し構図を変えたりしたダ・ヴィンチ。画家の枠に収まらない天才は、モナリザを完璧な人間として描く選択をしたという話もあるぜ。完璧な人間？彼の求めた完璧な人間それは、絵画や彫刻や神話世界ではアンドログヌス、もしくはヘルマーフロディーチと呼ばれる様相。妖精具有。モナリザにどのようにヘルマーフロディーチの様相を盛り込むのか。ラファエロの模写に比べ若干年を取ったモナリザ。解剖学にも精通したダ・ヴィンチは、そこに自分の顔をモーフィングしていった。この自画像を反転させモナリザに重ねてみます。鼻のラインと目の位置口の位置が、同一ライン上にあることがわかると思うぜ。この結果フランチェスコ・デル・ジョコンド夫人と、レオナルド・ダ・ヴィンチをフュージョンしたのが、このモナリザとなるのぜ。あくまでも都市伝説だがな。これは最新情報でよ。この情報を広めることによって、ウプ主は消されてしまうかもしれないぜ。そんな情報を YouTube で暴露して大丈夫の？登録者の少ない今のうちなら大丈夫と思うのぜ。今話題のロシアの最高指導者プーチン大統領は、モナリザの血族、もしかするとモナリザ本人なのかもしれないのぜ。なんですって？かのプーチン大統領は写真に残っているだけでも、100年以上も存在してるのぜ。さらに、まさしくプーチンそのもの。これは血族云々より本人が16世紀から存在している。と考えるのが妥当だと思われるぜ。現在 YouTube ではロシア関係の動画はヤバいようなので、この動画は削除されるかもしれないぜ。本当ね。もしかしたら命を狙われるかもしれないわ。削除される前に動画を拡散してくれるとありがたいぜ。今回の動画はこんなところだぜ。動画が面白いと思っていただけたなら、いいねボタンやチャンネル登録をお願いするのぜ。それではまた次回なのぜ。